お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。焼き鳥です。そして、いらっしゃい。ぼんじりです。そして、お疲れちゃんです。ダニーです。そして、ヘイヨー、キャンツメシですし。よいしょということで、はい、ハブコラボですね。はい。そう、いつもケンツがね、いないんですけども、今日はケンツあり。全員揃ったのハブゲーミング下げてそう、まあなんですけどね、今回は初、まあ、全員集合ってところで、まあ、やっていくんですけども、さあ今日はですね、こちらのデッキをですね、まあ使ってね、まあ、やっていこうかなと思いますということで、まあ新カードがもう出たんでね、もうミラーをするしかないやるしかねえよ、ね、とりあえずな、まあ、とりあえずなやるしかないってことで、ミラーライドルですね。でこのライドラーが11勝で終わってさカードが集まんなくて、まあ、レベル6なんですけども、言うてね、あーここだな、はい、もうこれ強いラットクオリティ、もうそう勝っちゃう、何が来ても勝っちゃうみたいなところがあって結構強いんでねまあこちらでぐらちゃらやっていきたいと思います。いいね、何が来ても勝っちゃう、言ったね、もう俺その言葉忘れないからね言うよね、こういうやつ、そういうやつだなすぐそういうとこ突き込んでくるやん、本当にここにいるねやめて、怖い怖い、本当に怖いね。ラットのチャンネルだから荒らしまくろうぜ言うたで、荒らせるもんなら荒らしてみ焼き鳥さん、それでプロなんですか、ね、すいません、プロ意識を持ってしっかりやっていこう。オッケー、やば、ベンズライトきたん、やばくね、マジで何でも勝てるやつだな、おい、お前かい、お前かい、いやまあまあまあ何でも勝てるって言ったからね安心だわ、安心して見れるわ、これもう敵しかいねえよここさあ、じゃあ俺集中するけん焼き鳥が会話でつなげといて実況するわ。さあここはディガーで当ててきましたが、ライドラでなんとかリセットするも、まあここはプリンセスが処理されてしまうと。しかしトレネでね、キング起動したのはでかいですね。どう思いますか、おずんおずんとごそそかいね、もうやだやだもう何、大丈夫、ランクのチャンネルだから大丈夫、荒らしてもひどい。待って、それキング起動、あーやられた。そう、これがね、これライドラの弱さ、まあここは相手がうまいですね、狙って完全にやってましたね。弱くねライドラえ、でも何でも勝てるって言ったからね、もう安心してみますね。ちょっと静かにしてくれるかなだって特にひどいな、今日はいっつもひどいんだけど、今日は特にひどい。いやいやいや、さあ召喚4つもレベル差あるけど、ミラーと山下です。そういうこともあるよな。お、リセットして、ああ、まあ7だったら、いや違う、トーナメントレベルだったら耐えてたみたいなとこあるな。うん、まあそういうこともあるかもしれんな、もしかしたらね。そう、まああるかわかんないけどね。さあここのゴーストはまあうまくねスケルトンで囲んでいくんですけど、まあここね一発も決めさせないと。はい、うまいですね、いいウッドでしたね。しかしここでウッドを抑えてしまうと、まあ特に怖いことはないですね。いいウッドでした。はい、焼き鳥やばいよなマジでここで後ろからジャイ展開ですね。まあ相手さんとしてはね、これはねどう通していくのがいいのかな、これ、まあ、ミラーがあるんでねあったところでですね、はい、はい、そうここでライトラ返し、さあラット選手レベル差でしかしここはいいトルネ、いいぞいいぞ。ここでプリンセスを延命はできず、まあね、あそこ延命できたらでかかったんですけど、まあそういうこともありますね。さあここで、お、ライドラ20種完成。これジャイとか来てもさ、感電してさ、ああなるほど、感電させて、ああしかしここがザップで消えてしまう。なんともろいのかライドラ選手ライドラ選手ってないだ6レベル弱え、やばいやばい、まあまあ、あやばい、痛い、これは痛い。さあラット選手、しかし何でも勝てるって言ってたんでね、まあ安心して見れますね。いや安心安心やばい、大丈夫、これいつもラットの動画見てる人がさ、うん、なんかよくわかんねえのしゃしゃっとりでやなマジでそれ焼き鳥のせいでさいつものこと、いつものこと、これ焼き鳥のせいでマジで低評価を、俺の視聴者さんが、あやばい、これよしよしよし、狙いだ狙いださあここはねライドラをミラーして、さあ怪しいな、嫌な予感がしてきた。もうこっからだって削るの渋くない、かなり。あしかしここで後ろにやったことによってライドラが感電して、おおめっちゃダメージ当たる。えそうそうそう、もう一発、おでけえ、一気に追いついた。しかしここねスペルがねウッドしかないんで、いや勝った。マジで端前プリンみたいな。ディガーディガーのおダブルディガー出たからの端前プリン。よいしょー、ほいほい。えよかったな。よくねこれ多分偽物じゃなかったら67とかあるかない。まあそこは確認してみてやな。どうしよう違ったらああまあまあ64だね。いやでもすごくねまあ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 うまかったですね。変態プレイヤーにも勝てる最強身ができた見つけた。で今5勝もハイヤーでこれ流行るでグラチャレ。いや流行りはしないな。プリンセス来てライドル来てうんと思ったらもう一回ライドル来るで。ミラって地味に使うの難しいしな。いやライドル出してくだけやですぐ出すだけとかいう本当に。さあ2戦目突入ですね。2戦目相手は雪信選手ですね。これは吉田康夫吉田康夫の雪信選手ですね。なんなんこのとりあえず後ろから様子見と。まあそうなんですね。はいはいはい。まあ基本は様子見ですかねこのデッキは。やりゴブダークネクロ。でもまあダクネは割とねライドラとねプリンセスがあると処理できるみたいな。これもう相手このライドラにちょっとこれ関連が強い。関連が強いここ。はい来たはい来た。関連祭りや。これやばいよな。ダクネとかなんかかわいそうになってたせっかく出したコウモリが一瞬でライドラによって感電して消えていくっていう。ここが苦しくてポイズン防衛なんで。これさキング起動戦やめて。あいや大丈夫こんな位置は大丈夫。ああ大丈夫大丈夫。ライドラすぐキング起動させるからな本当に。それなそこがちょっともったいないよな。よいしょ。まあ一旦落ち着きと。相手はなんだろうねこれ。レギトリようしゃべるよななんか。俺いつもよくしゃべるで。あマジでな。やめても本当に常に放送事故ややめろ常に放送事故とかねえなそんな疲れるわ焼き鳥と一緒におると楽しいなまったく。おやこれはだってこれライドラあるからさめっちゃ強くね。これでトレンで守れるくない。これでダクネだって処理できるくね。かわいそうかわいそうダクネいじめられてる。でこれでトレンで引っ張ってベビドラを感電させる今度はかわいそうかわいそう。でプリンセスの範囲攻撃でもいける。えおおあここに召したいねここに召したい。ああこれライドラ感電いけ。おお強いやばくね。俺またライドラ出せるよ。これ全然すまんやんけ。でもここライドラ出したところでみたいなとこあるからね。あこれ感電で墓石を破壊していくみたいな。おもじゃ優秀。さあバッテリー 20%。 おやお優秀。これすることないけんちょっと両サイに振るみたいな。おそれ意味あんの気持ちいい。でここで D が立つことによってターゲットは変わらないと。はいでも相手としては割と一回ロリババ切ったからプリンセスタイムが始まると。そうだね。そう最近ロリババ入ってるからプリンセスの処理ができないんだよね。確かに届かんもんな。そういうこと。相手のスペルがまだわかんないねもう全部出てる。おや全部出てるねそんな言うのよくないよでこれウッドで延命します。おおいい延命でこれトレネで雷まとめてあ出た。これ3体ちょうどね。やばいやばいやばい。そう3体えやばっやばっ。だってなんかごめんなさい。しかもライドラはまだレベル6だからねこれ。それなだってこの火力出すってことはなかなか危険な匂いがするね。えなんかぶっ壊れやね。はいここも感電しておお全部消えるね。これなんかもう適当にこんなんでいいみたいな。でこれ感電してさ感電しておお全部これあおやばい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 気持ちいいやば。出てきたコウモリも処理してくれると。さあさあいい感じに削れてますね。全然ダメージ入ってないね本当に。どっちがラットがいや向こう全然入ってないって言ったら俺の全然の基準が疑われるねマジで。えはいはい静かにしてくれるかなちょっとかっこいいかっこいいよく言われるやばいラットがむせた。焼き鳥のさその映してきた咳がずっと残ったんやけど俺映された側やマジで被害者や俺は。俺もそういう熱で今日病院行ったからマジで焼き鳥のさそのせいで最近なんか起きれんで練習中ですね。いやそれはおずんきやな。おずんきほんと遅刻しかしないからな。遅刻とかマジいい加減にしろ。それはケンツお前や。気づいたらライドラ30子できとるしな。やばこれやばい。だってインドラ相手さかわいそう。おいゴレが動けんゴレこれまさかこれライドラ40子の完成かきた。あでも一旦誘拐された。レベル6お前ならあおかわりライドラ40子やライドラ。お待って40子いけた。で、ギガ飛ばしてサムネや、ここサムネ確定、サムネ確定。やばくね？やばい、これ、だって相手動き関連、いけいけ。やばい、出てくる意味も全て解けてくる。あんま何かなんだかわかんないんだけど、これ。あ、ベビドラちゃん動けない。やばで、関連してあれ全部消えてくる。やばい、これ。もう一回。やばこれはえぐい。これだってもうネタじゃないよ。マジで強くね？今6勝無敗やで。感覚まひってきたんやけど。普通にやばいな。使いたくなるよなこれ。やばい。ちょっとコピーしとくわ。よくわかんねえよなマジで。よくわかんねえよな焼き鳥。お、これあれじゃん。ライトペレックス YT やん。やめてくれ。俺の動画をさ壊さんでくれマジで。狙い通り。マジで。計画通りや。壊さんでくれんかな。これ結構今までプリンセスをミラーだったんだけど、ライドラをミラーしとけば結構強い。でこれもう動けんからな。レベル6だからこそファイヤーボールとかポイズン打ちたくなるんよね相手。これで飛ぶかなって。そう。でもギリ残る。そう。ね、誘いね。さあ。ここでおーラッピーの変わってるね。あ、違うか、普通にあれか、縦線の場所をバルキリーにした形かな。ちょっと前までは流行ってたんだけど、これ D 型だったらめんどくさいよね。最近は縦線型が多いからね。当てた。これライドラ、これでもさかもん。おいい、うまい、それはうまい。そんなんできない。はい、これが今ね、ライドラの弱点と言ってもいいよね。普通にそうキングとねプリンセスタワーの間に挟んだ家なんか入れて出せばね、感電するから。感電してキングが起動すると起動言うとこちらへいらっしゃい。稲妻やゲームあれか、メガネしてるやつか。そう、ゴーグルのやつだ。視野狭めてうまくなろうとして支配するやつやろ。テチャンスなイリュージョンボールのやつやろ。俺それ分からん。俺も分かんないけど。ワンチャン、ツーチャン、チャンス。ウィちゃんやろ。それは OP ゲーム。ウィチャンスやろ。それは OP ゲーム。全然ウィチャンス韓国代表やん。全然分からん。いや俺稲妻イレブンね全然見たなかった。稲妻イレブン見て育たなかった。いや本当の初期は見たんだけど全然見てない。ウィチャンス。いいよ。稲妻やけどみんな絶対好きだよ、コメントがみんな。あれのやってるやつ大体稲妻やもやってるから。それな。大体みんな50に投票するから。それを気づいたらライドラ40に。完全しとった。完全しまくってる。やば、もうやばくね？これさトルネでまとめていいんじゃないもうなんか。ライトニング入りそうやな。トルネで近づいて。でこれでまたビリビリ。めっちゃダメージしてる、めっちゃダメージ。やばで処理した。やば。タワー落ちるなんなら。やばくね？やば。やば、俺これ遊んでないよ別に。真面目に強いんじゃねこれ。あるよなマジである。これはおややば作ってしまったな。やばい最強デッキを開発してしまった。久々にとんでもないバカ。やばいこれはやばいあさあ、お、いやでもこれウッドミラーで落ちるみたいなことない？いやミラーね今。おやそれはやってねラット選手。なんならこれさトルネで関連。あでもこれ関連で。あお。知らんけど落ちた。バルキリーとスキルじゃん。関連した。やばくね。関連が強いね。関連ってやって止めようと思っても止まんないもんね。これやばいね。まだ対処がなれんもん。そうだね。そういうのもあって今は。まあ7勝無敗やねこれで。12勝できそうな勢い。ねまあ今日はね終わりだこれで。終わっちゃうの。うん。はい、じゃあ最後に締めで焼き鳥にね一言もらいたいと思います。まあね、このプリンセスデッキちゃんや強いなもんで、ぜひね使ってみてください。やべえな。はい本当にマジでやめてくれ。俺が来たもんでさ、久しぶりにガットとケンツのコラボに出るっつって楽しみにしてくれてる方いると思うんだけど、焼き鳥がささぎ散らかして終わった。なんだかんだであれやな、焼き鳥みんな楽しみにしてるみたいな。せっかくケンツ来て万歳みたいなとこあるのに後で俺の方も撮ろう。俺が邪魔者みたいな。焼き鳥とかね、ケンツのチャンネルに上がる動画もね、コラボしてるんでね、そちらもぜひ見てください。ぜひよろしくお願いしますと。はい、ということでね、僕は以上になります。では、バイバイ。おつめし。